ちらに力強い書がかけられてますけど。私のお寺は、仏光山東禅寺と申しまして、まあ、そこから、うん、いただいた言葉でございます。どういう意味が込められてるんですか。言葉の通り仏の光でございます。はい、私たちは普段いろいろな、まあ、恩恵、まあ、おかげさまをいただいて、まあ、生かされているわけでございますが、そういったですね、まあ、生かされている、まあ、この気持ちをですね、まあ、大事にしていただきまして、うん、その中で、まあ、自分自身気づきのきっかけになっていただけるといいのかなとは、思います。今日じゃあこの場所で座禅をするからこそ、はい、この掛け軸を選んでくださったんですか。そうですね、仏様の光に照らされて、まあ、一緒に座っていただけたらいいのかなと思います。おちょっといつもとは違う心持ちで座ることができそうです。あ、そうですか、まあ、はい、普段と一緒で結構でございますよ。あ、本当ですか。どうでしたか、中庭を見ながらの座禅になりましたが。はい、すごく目が癒されまして、安らかな心になりましたかね。そうですね、あ、仏様の心って言ってたのにそのこと忘れてました。そうですね、座禅を通して安らかな心にですね、はい、なっていただけるといいのかなと思います。うん、静かに座るだけで気持ちが変わると思うんですよね。そうですね、日常、まあ、働いて見える方はですね、なかなか、まあ、お寺に来て座禅をするということはできないかもしれませんが、エコー遍照という、まあ、言葉がございまして、はい、まあ、私たちはですね、まあ、普段、まあ、いろんなところに外に目を向けがち、惑わされがちでございます。まあ、そういった心をですね、自分の心の中にもう一度照らし合わせて、そして見つめ直す、まあ、そういったことがですね、大事なのかなとは思うわけでございます。